お手伝いがしてとは願ってもねえもんしてだ。あんちゃん、見ての通りエリザベスパークはいつだって人手不足だからな。早速ほらミルク運びをお願いしたべ。しょ、よいしょ。牛さんからもらった大切なミルクですから、しっかり運びましょう。はい、でも3人で持ってもこんなに重いなんて。ミルク運びとは厳酷なお仕事なのですね。よいしょっと。まひるさん、運び終わりましたよ。おお、助かるべ。って、あれ？こぼしてしまっていましたか？いや、そうでなくて、これ中身空っぽだべ。ミルク入れる前のやつだ。ということは、私たち空っぽの容器を3人がかりで。まあそもそもこの容器普通のよりでけえから、重いっちゃ重いべな。満タン感あった。なんもなんも、その細っこい腕じゃ気づかなくて当然だべさ。したっけ、気を取り直して、次は牧草の収穫をお願いすっかな。はい、牧草の収穫なら私たちにもできそうですね。今度こそお役に立てるよう頑張りましょう。しまったら、そんな、プレシアちゃん、マツベ、なんか聞こえる。あの声は、ハッピー様です。プレシアちゃんのペットのいつも一緒にいるんです。あっちだべ！
し届かないからってジャンプしちゃダメだったね。後悔。ハッピーちゃん、支えありがとう。でも重いから話していいよ。無事でよかったです。助かった、リリクチャイ。申し訳ありません、マヒル様。牧草の収穫がなかなか進まず。反省。いやいや、こんだけ牛に好かれりゃしょうがねえべさ。糞を踏んじまうなんて、むしろ運がついてるべ、なんつってな。リリちゃん、多分ですが、笑うところです。これは大変失礼いたしました。マヒル様、恐縮ですが、今のダジャレを再度ご披露いただくことは可能でしょうか。私が至らぬせいで笑い損ねてしまいまして。おひゃ、ギャグをもっぺん言ってか。リリちゃんすまねえ、さすがのオラにもその勇気はねえべ。二番煎じはご法度とは、ダジャレに明るくないとはいえ、重ね重ね申し訳ありません。結局私たちジタバタしてばっかりで、ほとんどお役に立てていないですね。ミルク運びも牧草狩りもダジャレの受け取りすらも。いや、最後のは9割9分オラが悪いから、あんま反省してくれんな。なんとかしてやりてえが、そもそもおめえら肉体労働に慣れてねえからな。あ、そうだべ、こういうのはどうだ。牛たちが喜ぶ姿を想像しながら作業してみるってのは。牛さんたちが喜ぶ姿を？だ、この作業をするとこういう風に喜ぶな、あの作業をするとああいう風に喜ぶなで、結果を想像しながら働けば肉体労働ってのは成果が出しやすいもんなんだべ。オラもまだ慣れない頃よくそうして乗り越えたべさ。牛さんの気持ち、なるほどです。ご助言ありがとうございます、マヒル様。早速やってみましょう、リアさん、プレシアさん。はい。よいしょ。マヒル様、この干し草ロールの用途は？それは牛たちのご飯だ。承知いたしました。牛さんたちが召し上がる。よいしょ。牛さんたちが美味しく。よいしょ。今からお掃除をする。ここは？ここは牛たちの寝床だべ。了解しました。綺麗な寝床でぐっすり。よいしょ。牛さんぐっすり。よいしょ。おお、急に動きが良くなったんでねえか。なあ、あんちゃん。だよな。いやー、こんなにもアドバイスが効くとは。やっぱり素直な人間は強いべ。アルターメイデン、
ほんといい子たちだな。ありがとうございます。引き続き接近いたします。どんぐり集め、どんぐり。ああ、それはな、牛さんたちの枕に詰めるんだべ。なるべく虫食いのねえやつを集めてほしいな。うん、枕、大事よ。おいしょ、おいしょ。まひる様、こちらは？それはあんこだ。牛さんたちの大好物なんだ。たっぷりパンに包んでほしいべ。なるほど、牛の皆様は意外と甘党でいらっしゃるんですね。つくづく己の世間知らずを痛感いたします。承知いたしました。頼んだべ。ところで真昼さん、さっきから姿が見えないみたいですけど。ああ、気にすんな。ちょっと身を潜めたい気分なだけだ。ちゃんと近くで見てっから安心しろ。あ、はい。でもってクリアちゃん、それはな、ゲームのコントローラーだ。牛さんの対戦相手をしてあげてほしいぜ。ゲーム、牛さんたちとゲーム？ああ、牛さんたちはな、サンドの飯よりもゲームが大好きなんだ。さあ、始めるぞ。バトル、スタート。はい。お、クリアちゃん、意外とセンスあんな。こらー、見つけたべ、リンリン。勝手にオラを語って、3人にお世話させるんでね。あ、見つかった。ああ、ここまでか。というわけで、すまなかったな。牛だけでなく、リンリンのお世話までさせちまって。3人ともいい働きっぷりだったよ。どんぐり選びも慎重だし、あんこの挟み方も丁寧だし、ゲームセンスもそこそこある。あたしゃ大満足だよ。何が大満足だ。こんなの労働力の応用だべ。まったく。ま、とはいえだ、リンリンも牛もそう変わりはねえ。リンリンが満足してるってことは、お世話のコツはつかめたってことでねえか。だと良いのですが。お、どうしたそんなに暗い顔して。おら今褒めたんだども。お二人のお心遣いは大変ありがたいのですが、ですが未熟な私たちでもさすがに察しております。察してる？何のことだべ。あまりにもお役に立てない私たちを見るに見かねて、お優しい凛様が助け舟をお出しになってくださったのだと。え？アンパン作りやゲームのお相手とか、比較的負担の軽い労働を依頼することで、それとなく私たちの非力さをフォローしてくださったんですよね。ご助言を糧に、アルターメイデン一同
これからも精進していく所存です。あ、いや、はあ、やっぱり天使みたいにいい子たちだね、アルターメイデン。気に入ったよ。本日は本当にありがとうございました。